どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、外部フィルターは使っていますでしょうか？外部フィルターとは、強力なろ過能力とその気密性から幅広い飼育スタイルで活用されています。特に水草水槽とは相性が良く、 CO2 を罰起させないことで効率よく水草を育成することができます。だいぶ前に外部フィルターの主流となっている製品をまとめて全部解説した動画を出したんですが、取り上げた中でも一番メジャーな製品はエーハイムだと思います。エーハイムはドイツの会社で、創業70年以上の老舗ブランドです。いろんなアクアリウム用品を販売していますが、一番の顔となる製品はやはり外部フィルターです。自分は基本的に60センチ水槽に外部フィルターを使用していたので、紹介する商品は総じて60センチ水槽に対応したフィルターになっていました。特にエーハイムのクラシックシリーズであるエーハイム2213を激推ししています。そんな2213推しの自分なんですが、この度もうワンランク上の外部フィルターを購入したので、そちらを紹介していこうと思います。今回紹介する製品はこちら、エーハイムクラシックフィルター2215です。価格はチャーム本店で15,500円です。ちなみにエーハイム2213の金額は9,990円です。概要欄に製品リンクを貼っておきますので、気になった方は見てみてください。今回はワンサイズ小さいエーハイム2213と比較しながらスペック紹介をしていこうと思います。まず大きさは直径20センチ、高さ 35.8センチ で、ろ過槽容量は4リットルです。大きさを言われてもいまいちピンとこないと思うので、2213と比較してみましょう。隣に置いてみると結構違いますね。自分がそうだったんですが、ワンサイズアップすることでどれくらい大きさが違うって本当想像しづらいんですよね。これを見てこんくらいなんだなって感じていただければ幸いです。ちなみに2213のサイズは直径18センチ、高さ 15.4センチ、ろ過槽容量3リットルです。流量は 50Hz 帯で500リットル毎時、 60Hz 帯で620リットル毎時です。2213は 50Hz 帯で440リットル毎時、 60Hz 帯で500リットル毎時です。これを見てわかる通り、2215は使用地域によってだいぶ流量に差が出ます。そして驚くべきところは、西日本の2213と東日本の2215の流量が全く同じところですね。これだけでも使用感が地域によってだいぶ違うことがうかがえます。ホース径は給排水ともに内径 12mm、 外径 16mm です。2213も同様なので、こちらに関してはとてもいいところですね。2215のワンサイズ上の2217になるとホース径が大きくなってしまうので、そういった意味でも2213を使ってた方がサイズアップさせるなら2215がおすすめです。同じガラスパイプが使えるのは大きいですね。付属品に関してはほぼ同じです。違うのはセットろ材の量と、ろ材コンテナかろ材固定板かというところのみです。ろ材固定板とろ材コンテナの違いは、実際に製品の違いを見ていくときに解説していきます。それでは実際に外観などを手に取って見ていきましょう。映像で見ると2213と見分けがつきませんね。エーハイム独特の緑色のろ過槽も同じで、しっかり中のろ材が見えるようになってます。固定する金具は2213の場合4つなのですが、2215は5つになっています。
エーハイムの特徴として給水と排水の位置関係を自由に変えることができるというところがあるのですが、2213の場合は4つの金具という性質上、90度刻みでしか角度を変更することができませんでした。2215の場合は5つの金具のおかげでもう少し微調整が効くようになっています。設置場所によってはこの給排水の位置関係が重要になってくるので、これは地味ですが嬉しいところです。それでは実際に中を見ていきましょう。以前紹介した90センチ水槽で使用していたので汚れてます、すみません。取り出し方は2213と同じで、留め具を回した後カバーを外しインペラを取り出します。予想以上に汚い。汚かったので洗ってきました。インペラーの羽は3つとなぜか少なくなっていますが、磁石部分は大幅に大きくなっているようです。2213と比較するとこんな感じ。開ける時点で大きさの違いが分かりますね。インペラーのサイズを比較してみましょう。磁石部分がすごく大きくなってます。羽の長さは変わりませんが、幅が2215の方が広く、枚数が2分の1になっています。羽が多い方がパワフルなイメージがありましたが、そこまでの関連性はないんでしょうかね。取り付け方法も2213と同じく、インペラを取り付けカバーをつけます。この時の微妙な違いとして、2213にはないカバーの引っ掛け部分があります。無理に押し込もうとすると壊れるので、ここをくぐらせて取り付けましょう。あとは留め具を回してつければ終了です。続いてはろ過槽内を見ていきましょう。エーハイム2215は標準でろ材固定板を採用しており、2枚の固定板が付属しています。対して2213はろ材コンテナという乳白色のコンテナが付いています。これはとんでもない改悪で散々酷評しているんですが、ろ材コンテナにするだけでろ過槽容量が 700ml 減ります。2213の場合は3リットルが 2.3 リットルにまで減少します。このろ過槽内の間を見てもらえば、どれだけろ材を入れるスペースが減っているかがわかります。2213の場合はろ過槽容量きっちりろ材を入れたい場合、別途で1個1000円以上する固定板を2個買わないといけないので、結構な出費になります。2215は固定板採用でほんと良かったです。裏面には騒音防止のためのゴム足がついています。こちらも固定金具と同様、2213は4つで、2215は5つになってます。続いては2215の実際のろ過槽容量を見ていきましょう。いつものように1リットルずつ水を入れていきます。だいたいろ材固定板を使用してギリギリの高さまで入れた容量が 4.5 リットルでした。下にあるろ材固定板の空間を考慮すると2から 300ml 分はあると思うので、それを差し引いてもカタログスペック通り4リットル程度のろ過槽容量になると思います。続いては恒例のメラミンスポンジを使用した水流の確認を行っていきます。前回のサイレントフレックスの検証同様、60センチ規格水槽を使用して検証していきます。ちなみにフィルターはこのように横置きにし、ろ過槽内は空の状態です。できるだけ条件を同じにするために、コースの長さも全く同じにしています。まずは2213の方から。これでも結構強いですね。泳ぎの苦手な生態はシャワーパイプを少し工夫する必要がありそうです。自分は西日本在住なので500リットル毎時の流量です。東日本の2215の流量が全く同じなので、東日本に住んでいる方は2215がこれくらいの流量だと思っていただけるといいです。続いては2215。だいぶやばいですね。2213でも強かったですが、もう水槽内が洗濯機状態です。
550リットル毎時から120リットル多くなると、これだけ差が生まれるわけですね。正直60センチにはオーバースペック感があります。まあ、ろ材を入れてパイプをナチュラルフローパイプなどに変更すれば使えるとは思います。東日本にお住まいの方は先ほどの2213と同じ流量なので2215の混入を検討していいかもしれませんね。60センチ水槽と並べたサイズ感がこちら。2213は高さも少し低くちょうどいい大きさに見えます。2215は60センチ規格水槽と比べてもその大きさがわかりますね。最後に静音性の確認をしていきます。2213のモーター音は以前の検証で比較していますので、ぜひそちらの動画で確認してみてください。周囲の機械類はすべて切った状態で録音していきます。結構静かですね。さすがはエーハイムだけあって、静音性はサイズが上がっても健在です。これくらいであれば音に敏感な方でも問題なく使用できると思います。長く使用し続けると静音性も落ちてくると思うので、そういった場合はインペラーの交換などが必要になってくると思います。というわけでまとめです。2213よりろ過装容量が1リットル多い。2213より給排水の位置を微調整できる。東日本で使う場合は西日本の2213と同じ流量になる。ろ材固定板が標準でついている。ホース径が2213と同じなのでパイプ類を流用できる。価格は2213の2倍よりちょっと安いくらい。静音性はいい。という結果になりました。というわけでいかがだったでしょうか。2213のワンサイズ上ということで、本当に2213の上位互換という感じでした。60センチ水槽で使用する場合は、西日本だとオーバースペック気味ですが、東日本で使うなら60センチでも余裕で使えると思います。西日本で使うなら90センチがいい感じですね。値段は結構張りますが、その分標準のろ材も多く入っているのでお得感がありますし、もともと2213を使っている方なら、他の機器も全く同じように流用できるのでいいかなと思います。以前から60センチ水槽で2215を使っているという方をちらほら見かけており、ちょっとオーバースペックじゃね?と思っていたんですが、地域によって流量が2213と全く同じになるということを知って、なるほどと思いました。60から90センチ水槽と幅広く使用できるとてもいい外部フィルターなんで、気になった方はぜひ使ってみてください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録とかしていただけると動画制作の励みになりますので、ぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。